ミントコチャンネルのミントです。今日は以前のマリンダイビングフェアでもご紹介させていただきました。カメラに取り付けることでカメラ自身に中性浮力を持たせることができるという機器ステイシーを株式会社リコーさんよりお借りしてきました。これから海とプールで実際にどのような画角で映るのか、自分でこうやって自撮りをするとどうしても画角がちっちゃくなってしまって全体的に映らないことが多いんですが、こちらのステイシーを使うことでカメラ自身を浮かせて撮影ができるということで、どのような撮影ができるのか実際に検証レビューしていきたいと思います。今回お世話になる稲取マリンスポーツセンターの小井口さんにお越しいただいてます。こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ここではどんな施設があるんですか？はい、うちではトレーニングができるようなダイビングプールが、はい、あったりとか、あとはプールの近くに船型の温泉施設があったりするので、海上がった後、プール上がった後に入れる温泉があるような感じですね。船型の温泉、はい、そうですね、よかったらこの後入ってみてください。はい、船が温泉になってるんですか？はい、そうです、船の形した温泉で、はい、隣のスパリゾート竜宮の使いというホテルも提携しているホテルになるので、はい、そこの源泉をこっちに持ってきて、はい、うちから使っているような形の源泉の温泉になってます。あ、すごい、はい、ダイビングした後に温泉が浸かれるっていうことですね。そうなんです。そう、あとは目の前に広がる海がすべてビーチポイントになりますので、はい、どこからでも潜ることができるよっていうような施設になっております。はい、ありがとうございます。はい、ではよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。海の世界にレッツゴー。ありがとうございます。やっ、それではセッティングについて説明していきたいと思います。ステイシー自体はいろいろな機器に取り付けることが可能で、例えばインスタ360と GoPro、 この場合インスタ360と GoPro は浮力が違うので、それぞれに合った浮力にすることが必要で、説明書にインスタ360はどのくらい、 GoPro はどのくらいっていうふうに書いてあるので、それの通りに設定してから海に持っていく必要があります。それではインスタ360を例に説明していきたいと思います。インスタ360自体の浮力が高いので、まずステイシーの内部に重りを設定していきたいと思います。このハンドルを回すことで開けることができます。で、この内部に重りをつけることができるネジが入っているので、こちらのネジにこの重りを取り付けていきます。この重りについては説明書に重さなどを書いてあるので、それを参照にしていただければ OK です。で、次にハンドルを取り付けます。これでも、インスタ360自体の浮力が高いので、さらにこちらの重りを取り付けていきます。これでステイシーの重りのセッティングが完了です。ではこの本体インスタ360とステイシーをこちらでネジ止めで留めていきます。これでセッティングが完了です。海の中での使い方について説明したいと思います。まずステイシーを自分の撮りたい写真を撮りたい深度まで行った時に、こちらのハンドル、こちらを回すことで浮力の調整ができます。で、浮力の調整ができたらピタッと中性浮力が取れた場所で離します。これで撮影が可能です。今のがインスタ360の設定方法だったんですが、 GoPro でも他の機器でも使い方は一緒です。それではこれからプールと海に行きたいと思います。いやー、久しぶりの海、プール嬉しい。それではステイ
します。こちらの下の部分、こちらをくるくる回すだけで、こうですね、これだけで浮力が好きな重さに調整することができるんです。超簡単。それでは水中で浮力の調整について試してみたいと思います。それでは潜りますよ。それではステイシーを海とプールで実際に使ってみて、良かった点と気になった点を挙げていきたいと思います。まず良かった点を4つ。良かった点1つ目、私も水中で動画や撮影をするんですが、その際にどうしても
一人で撮るときって手持ちカメラになるんですね。でそうすると撮れる画角が小さくなってしまって、欲しい被写体と私の半分こずつとかちゃんと映らないことが結構多かったんですが、ステイシーを使うことで誰かに撮ってもらったような動画が撮れて、と集合写真を撮りたい時とかでもステイシーを浮かばせることでみんなで動画に映ったりもすることができるっていうのが良かったです。良かった点2つ目、ステイシーはバッテリーや電池を使用しないので簡単に手元のハンドルを操作するだけで浮力の調節ができるっていうことと、あと電池の残量を気にせずに使えるっていうことがすごい良かったです。良かった点3つ目、私もダイビング中に警戒心の強い生物を撮影することがあるんですが、どうしても人が近づいてしまうと生物が逃げてしまうっていうことがよくあるんですね。でもステイシーを使うことで、ステイシーをその生物の近くに浮かばせておくことで人が離れて撮影することができます。でもし潮の流れが速いところとかだと流れていくのが心配ってなりますよね。でもそんな時にこういった重りとかリールが取り付けられるようになっているので、こちらを取り付ければ潮の流れが強いところでも撮影が可能になるっていうのが良かったです。良かった点4つ目、ステイシーは中性浮力をカメラに持たせることで浮かばせた状態で撮影をするっていう機器なんですが、それをあえて浮力を重くしたり軽くしたりすることでカメラが上に上がっていく、または沈んでいくっていう動画が撮れるので、撮影の幅がすごく広がるっていうのも良かったです。次は気になった点、ステイシーを GoPro につけた時、 GoPro のカメラは全方向にカメラがあるので、どうしても潮の流れでこのように回ってしまうことがあるんですね。でこの場合だとカメラの画角を考えて撮影するっていうのが気になった点です。ただ GoPro はこういった重りを使うことで GoPro 自体を固定して撮影したりとか、 GoPro 自体にさまざまなフィルターやアタッチメントがあるので、綺麗な動画を撮りたい、より綺麗な動画を撮りたいっていう時には GoPro はすごくいいと思います。総評、実際に GoPro とインスタ360にステイシーをつけて使ってみたんですが、インスタ360はカメラが360度についているので特に画角を考えずに撮影することができるっていうところが良かったです。と初心者の方とか、とフリーダイバーさん、スキンダイビングされている方とかは特に画角を考えずに撮影ができるので、それもとてもおすすめなポイントだと思います。そしてこちらインスタ360ってこのハウジングのこの部分がとっても傷つきやすいんですね。でもこのステイシーの専用カバーがあるので海に潜るときに傷つけずに持って行ったり持ち運びもできるっていうところがすごい良かったです。次は GoPro、 GoPro にステイシーをつけた場合、どうしても画角を考えて撮影しなくてはいけないんですが、 GoPro にこういった重りをつけて固定して撮影する、 GoPro 自体にフィルターやさまざまなアタッチメントがあるので、より綺麗に動画を撮影したいっていう方には GoPro がおすすめだと思います。いかがだったでしょうか。今回ご紹介させていただいたステイシーは株式会社リコーさんから出ている商品で、概要欄の方にホームページを載せておきますので、とてもいい商品なのでぜひ気になった方はリンクをチェックしてみてください。このチャンネルが少しでも楽しい、興味を持ったよっていう方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録、ベルマークの通知、高評価、コメントお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。みーたんでした。バイバイ。